でも一応今マブス11位でついにプレイン圏外になってしまったけど、それでもペリカンズとか OKC よりもプレイオフに行けるチャンスパーセンテージで言うと数字上は高くなってますね。4位のクリッパーズが 86% の確率でプレイオフに行けるでしょう。5位のサンズが 89%、 6位のウォリアーズが 94%、 7位のウルブズが 75%、 8位のレイカーズが 65%、 そして9位のペリカンズが 29%、 10位の OKC が 18%、 11位のマブスが 40% で、12位のジャズが 4% っていうので、マブスは11位なのにもかかわらず、ペリカンズ、OKC よりもプレーオフに行ける可能性は高いと言われておりますね。っていうのも相手がそんな強くないんじゃないかな。もう一回ホーネッツがあって、いいし、多分もう一回ホーネッツあって、ペイサーズあって、他で弱いで言うとスパーズやね。で中堅がマイアミホークスでしょ。マイアミホークス、シカゴで、強いでいくとシクサーズとキングスで、8分の2が強くて8分の3が弱くて、残りの8分の3がまあ中堅。ジャズになると、ジャズはキングス、サンズ、スパーズ、セルティックス、ネット、レイカーズ、OKC、ナゲッツ、レイカーズっていうので、日程がバチコリ厳しいね。てか直接対決がありすぎて、1回でも負けるともう厳しいっていう感じですね。ジャズ、キングスもう終わった？あ、ってことはこれもう、あれか。ん？じゃあ、マブスも、ん？マブスこれホーネッツに負けて11位になったんでしょ？ん？じゃあマブスも次はペイサーズってこと？相手。マブス次まだホーネッツあるわ。ってことはジャズだけあれか？一試合遅れてんの。あ、ジャズは確かにキングス終わってるね。じゃあこれは昨日のデータなんか。今日のデータじゃなくて、ごめんなさい、昨日のデータっぽいですね。で、一番確率高い 94% のウォリアーズが対戦相手、ウルブズ、ペリカンズ、スパーズ、ナゲッツ、OKC、キングス、ブレイザーズだそうです。ん？でもウルブズももう終わってんのか。これもペリカンズ、スパーズ、ナゲッツ、OKC、キングス、ブレイザーズ。まあ、ナゲッツぐらいやね。ナゲッツ、キングスぐらいですね。んてか、あんまいいのか。ウルブズはキングス、サンズ、レイカーズ、ブレイザーズ、ネッツ、スパーズ、ペリカンズか。厳しいな。あ、そうや、こんなにも直接対決が多いと、マジで1回勝ち負け起こるだけで順位がガラッと変わりますね。